お久しぶりです。ラジオなどでお耳にかかっておりました樋口千穂と申します。今回どういう動画を撮っているのかというと、私のここにあるこれです。見えました？文字見ました？読み上げましょう。 JA 宮崎経済連プレゼンツ、食で宮崎を元気に、県内からうまいもん大集合のこのイベント、宮崎うまいもん市場が11月19日金曜日から21日日曜日の3日間4日間で開催されます。私はその2日目9時45分からのレセプションの MC をすることになりました。皆さん9時45分2日目ですよ、来てください。でも私がいるだけじゃ来ないよという方は、ちょっとイベントの内容を今日ご紹介しようと思います。それ下の方にあるんですけども、うまいもん市場エリアでは新鮮なお野菜、お肉、お魚、宮崎の美味しいものがぎゅーっと詰まっていろいろ並んでいます。そして宮崎おうち鍋セットの販売です。大注目なんですが、2人前セット1000円バージョン、2000円バージョン、お野菜とお肉まで入って、しかも2000円バージョンは牛もあります。そういった素敵なセットも販売されています。さらには宮崎ランチボックスの販売、お弁当ですね、いろんな美味しいものが揃っていますので、ぜひ3日間あります。イオモール宮崎にお越しください。さらにさらに、今度は黄色いポスターです。宮崎の唐揚げ、手羽先、地どっこの炭火焼き、宮崎県内の味自慢のチキングルメが大集合、宮崎チキンフェスも同時開催となっています。宮崎の名店の鶏料理がたくさんありますので、こちらもどうぞお楽しみください。たくさんのお越しお待ちしています。 You look so cute, lovely, funny, amazing. You make me happy, la la la.